さあここからは断然ファミリーによるコーナーでございます。サンデリシティ水族館ならではのコーナーになりました。普段こちらの水槽にてなんとですねダイバーさんとお魚さんたちによるパフォーマンスをですね行っておりまして、はい、子供たちから大人まで楽しめる空間になってるわけでございますが、うん、まあ、せっかくですので、皆さんちょっとパフォーマンスちょっと見てみたくないですか。ダイバでも本来もう閉まってる時間ですもんね。そうです、なかなかこの時間なやんないですよ。しかも生放送ということで、普段この時間では稼働してないのにやっていただけるということで、うん、もうサンシャイン水族館の、粋な計らいでありがとうございます。特別に見せていただけることになりました。普段は、ダイバーの方とですね、インフォメーションの方、この2人で、お二人でパフォーマンスの方を、お送りしてるんですけれども、まずはインフォメーションの方をお呼びしたいと思います。はい、インフォメーションの方どうぞお願いします。わあ、インフォメーションの方ですよ。インフォメーションの方、静かに大ファンですよ。初めてでしょ。で、あと皆さん雑にインフォっていうのやめて、はい、インフォとかやめて、はい、インフォメーション叩いてんじゃないよということで今皆さん、はい、お名前伺ってよろしいでしょうか。若菜、はい、と言います。若菜さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日この後見せていただくパフォーマンスは、はい、普段もやってるパフォーマンスと一緒のそうですね、基本的には同じなんですが今日は少しだけちょろっと変えていきたいと思います。特別バージョン、はい、断然ライブバージョン、はい、そうですね、はい、少しだけ変えていきたいと思います。はい、それはなんか普段その違うイベントとかでもやったことないことって。あ、それは少しあります。ちょっとあります、はい、ちょっとあります、はい、でもねこのプログラムは初めてとか、ね、そうですね、このためだけね、はい、はい、ねえ、ということで、まあ、じゃあなんか普段やってるのに対して普段は結構何分ぐらいでやってる。基本的には10分間で行っております。はい、それを今回キュッと今日も10分間なんですけれども、はい、中身を少しだけ変えていきたいと、はい、思います。はい、はい、ちなみに小原さん、今日断然ライブのメンバー生で見てどの人がちょっとタイプとかあります。確かにね、あー、かわいいかわいいかわいい、足かどういうアピールの仕方してるの。新しいですね。どういうアピール。あ、どうもありがとうございます。シネル、大ファンで締め上げられてた。びっくりやめよ、ビビない。びっくりしちゃった。大ファンじゃいいだろ、いい。それで持ち上げんの。どうですか、若菜さん。どの方。いやもう皆さんかっこよくて全然選べません。選べない。はい。唯一。すごい選んでる。いや皆さんですね。皆さんということでね。はい。はい。ドスコイアピールよくわからない、はい、男はお相撲でしょ。男はお相撲でね、うるせえな、うるせえな、男ばっか見えというか、はい、ということでパフォーマンスをね、はい、見せてもらいましょう、はい、では、今から準備していきますので、はい、どう見るの。あ、ではこちらに座っていただいて、皆さんこちらにおかけになってください。じゃあよろしくお願いします。若菜さん、皆さんも見たことないでしょ。ね、じゃあ一緒に見ましょう。じゃあ皆さん座って、はい、さあさあニコ生の方々もね、なかなかこういう映像で見ることもないでしょうから、水族館のね、よろしくお願いいたします。さあさあ来ますよ。これはもうこんな感じでいいんですかね。大丈夫ですか。ちなみにサンシャイン水族館来たことある人、見たことある人います。来たことある。あ、なんかパフォーマンスとか知ってた。やってる。いや、ちょっと初めて見ますね。意外とね、来たことあってもそういうのを知らない方がね、多いんで、ぜひぜひ皆さん。あ、音が鳴ってきましたよ。はい、ありがとうございます。さあ、来るよ来るよ。さあ、若菜さんもう行きますか。はい、大丈夫です。じゃあ皆さん楽しみましょうね。それでは、まもなく皆様の目の前にあります大きなサンシャインラグーン水槽におきまして、水中パフォーマンスタイム始めさせていただきたいと思います。わー、皆さん元気いっぱい、どうもありがとうございます。今から皆様の目の前にあるサンシャインラグーン水槽についてお話をしていきたいんですけれども、先ほどちらっとお話聞こえました、サンシャインラグーン水槽に、サンシャイン水族館に来たことがあるという方、お客様含めて、あれ、皆さん本当ですか。
本当に来たことありますか？あります、やっぱエクスポとか西の子だから、はい、あんまりなかなかあれだ、あんまり来る機会ないですね。西なんで、すいません。はい、はい、来たことないです。西なんで、すいません。では、まあ、今日皆様に見ていただきますので、しっかり目に焼き付けてくださいね。はい、それではまずはサンシャインラグーン水槽について少しご案内していきたいと思います。まずはこちらの水槽、よく見てみると皆様の近くにある、大きな透明なアクリルが少しだけ丸く湾曲して曲がっている水槽です。こうすることでいろいろな角度からお魚たちを観察することができるようになっています。はい、そんな水槽内にはお水の量がおよそ240トン。どれぐらいだと思いますか？家のお風呂で計算してみるとどれぐらいだと思いますか？多分何個分かって、はい、うちのお風呂はでかいんで多分1回分でしょうね。いいで、わかるよお前。普通のお風呂で計算してみると大体1300杯分ぐらいのたくさんの、はい、お水が入っています。そんな水槽内には大小合わせておよそ30種3000匹以上のお魚たちが暮らしています。ちょうど大きな家も前の方まで来てくれましたよね。はい、ご覧の通りたくさんのお魚たちも暮らしていますが、今日は水槽内にいるダイバーのお姉さんと一緒にいろんなお魚たちをご紹介していきたいと思います。はい、今水槽内見渡してみるとお姉さん見つかりますか？いません。いません。そうですね。はい、ということで今日はせっかくなので皆さんと一緒にお姉さんを呼んでみたいと思います。早くから、皆さん早い早い早いよ、呼ぶの。お姉さんでは私がせーのと言ったら皆さん元気いっぱいな声でお姉さんって呼んでみてください。はい、はい、ではいきますよ、せーの、お姉さん。わあ、お姉さん。はい、ダイバーのお姉さんの姿が見えてきました。ではお顔が見えたら大きく手を振ってあげてくださいね。お姉さんすごい。うわ、 A と A の間にいる。はい、お姉さん、こんばんは。もしかしたら目が合うかもしれません。皆さん大きく手を振ってあげてくださいね。はい、皆さん、わー、どうもありがとうございます。さあ、いつにも増してハイテンションなダイバーのお姉さんが前まで来てくれました。それでは今日はお姉さんとお話をしていきながらいろんなお魚たちをご紹介していきたいと思います。ダイバーのお姉さんが水槽内にやってくるとお魚たちが少しずつ集まってきてくれます。ではまずはこちらのお魚からご紹介しましょう。はーい、あ、サンプル。はい、そうですね、お姉さんの近くには大きなエイたちが集まってきてくれました。こちらはマダラトビエイと言います。この大きなマダラトビエイたちは背中にある白いマダラ模様、点々模様が名前の由来にもなっているお魚です。とても柔らかそうな場所も見えますよね。あら、ポン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 触ってました。今お姉さんが触っているところは実はお鼻ではありません。ヒレの一部なんです。頭にヒレと書いて頭皮という部分でして、自然界の身ではご飯を探したりするときに使ったりする場所なんですよ。水槽内にはオスとメス合わせて2匹のマダラトビエイたちが暮らしていまして、今日はせっかくなのでサンシャイン水族館だけの見分けやすいポイントもご紹介していきたいと思います。はい、まずはメスのマダラトビエイからご紹介していきます。今お姉さんの一番近くまでやってきたのがメスのマダラトビエイです。こちらは尾っぽが少しぐにゃっと曲がっています。そしてもう一つはお顔が大きめなのがメスの特徴です。一方、少しずつ前までやってきたオスのマダラトビエイは尾っぽがまっすぐピーンと綺麗に伸びていますよね。もう一つ、お顔が少しスリムです。横から見てみると分かりやすいと思いますよ。さて、まだまだ話しかけるようにしてお姉さんの近くにエイたちが集まってきてくれていますけれども、実は毎日お姉さんが手渡してご飯をあげていってくれています。では今日は特別にお姉さんからは少し豪華なあるご飯をあげていってもらいましょう。はーい、届いてすごいよ、餌に対しての。はい、今日はお姉さん少し豪華な甘いものを持ってきました。まずは左側でいきますよ。頑張って、はい、食べていきました。今食べている、こちらの
甘エビは私たちも食べることができるものです。はい、ちなみに今殻付きのまま揚げていますが、この後、殻だけポロッと出していくお魚なんですよ。とても器用なお魚です。はい、それでは今度は自力でご飯を探していってもらいましょう。お姉さんにはわざと砂の中に小さなエビやアサリといったご飯を埋めていってもらっています。右側から順番に埋めていきました。今日はどうでしょう。あ、来てくれましたね。いたちょうど来ました。食いしん坊なメスのマダラトビエが皆さんの目の前でご飯を探してましたね。はい、おろおろちょっといっちゃいましたね。その他にも左側には小さなナルトビエたちも続々と集まってきていますね。そんなよく似たナルトビエイたちは背中が灰色一色なのが特徴です。ちなみに皆様の目の前ちょうど中央にやってきた黒くてゴツゴツしたお魚、はい、そうですね、いますよね。こちらのお魚はエイの仲間です。シノノメサカタザメという名前ですね。名前にサメと入っていますがエイということを覚えてあげてくださいね。あら、今日はいいタイミングで大きな毒ウツボ登場してきてくれたみたいですね。あら、珍しいですよ。あら、全く動じることなく水槽内を泳いでいてくれましたね。では続いては水槽内にいるちょっと皆さんの中では怖いイメージが強いサメの仲間をご紹介していきたいと思います。この水槽内には全部で3種類のサメの仲間たちが暮らしていますが、うち2種類はお姉さんが触ることができます。最後は中でも可愛らしいサメをご紹介してもらいましょう。すごい。さあ、お姉さんと一緒にやってきました。こちらトラグザメと言います。なんといってもこの正面の顔がおまんじゅうのような形をしていてとても可愛らしいお魚です。皆さんいかがですか。可愛い顔してますよね。サメといえばもっとシャープな顔つきをして危険な危ないイメージが強かったかもしれませんが、こちらのトラウザメはもともとおとなしい性質をしています。そしてお姉さんとも長い間ずっと一緒に暮らしていますので、ご覧の通りもうギューッと抱っこをすることもできるようになりました。はい、なんだかもう抱き枕のような状態になってきてしまっていますよね。ですがサメといえばサメ肌が有名だと思います、はい、もちろんこちらのトラグザメもサメ肌を持っているお魚です。もしまた前の方でこちらのトラグザメがお休みしていた際にはサメ肌の粗い様子もぜひチェックしてみてくださいね。さあ、ここまで大きなお魚もたくさんご紹介していきましたが、お姉さんの近くには小さなお魚たちが続々と集まってきてくれています。お魚の巣の中みたい。さあ、アリエルのような感じですね。雰囲気が出てきました。ダイバーのお姉さんの近くには小さなタカサゴというお魚が続々と集まってきてくれました。この中でも尾っぽの先だけ黒いのがタカサゴたちの特徴です。ではせっかくなので最後は皆さんの前までやってきてもらいましょう。さあ、お姉さんを先頭にしてギュッとお魚たちが集まってきてくれました。いかがですか。絵本の睡眠の世界が飛び出してきたような光景にも感じられたかもしれません。最後はたくさんのお魚たちを引き連れてくれたお姉さんですが、残念ながらそろそろお別れの時間ですので、最後は皆さん大きく手を振ってお別れしていきましょう。戻っていきましたが、他にもいろんなお魚がいますのでぜひじっくり観察してみてください。最後のご観覧、皆様誠にありがとうございました。赤菜さん、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、じゃあステージの方に皆さん戻りましょう。素晴らしい。すごかったね。すごい。ほら、あ、コメントでも水族館来たいってね。ぜひぜひ皆さん、池袋まで来てサンシャインシティ水族館来てください。よろしくお願いします。あ、皆さん、若菜ちゃんありがとうってコメントも来てますので。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。水族館大好き、ね、ありがとうございます。残業とか書かないのやめてください。
やめてください。手当て、断然手当てがついてますんで大丈夫ですよ。断然ですよ、断然手当てがついてます。はい、さあということで、ぜひぜひ皆さんもね、池袋の、サンシャインシティ水族館に来ていただいて、こちらのパフォーマンス見ていただきたいと思います。はい、ね、皆さんすごかったですね。若菜さん様々ですよ。あれ最初に A 来て、でその後ちょっとね、あのちっちゃい魚になるって、うん、そのちゃんのお魚が言うこと聞いてるんですね。でそれ見えるわけだからね、すごい。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします、インフォメーションは若菜さんでございました。そしてダイバーさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、以上でこちらのコーナー終了でございます。この後はいよいよ X4 の新メンバーを紹介したいと思います。はい、来ました。そうですか。さあ、その前に4月6日にリリースされる、両ガのデビューシングル Live for You のミュージックビデオを見ていただきたいと思います。お、栗は言うたかな。はい、それでは、僕たち両ガのデビューシングル Live for You です。どうぞどうぞ。